CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本近現代史現代編をお送りしていきたいと思います。のっけから噛んじゃいましたね。はい、いや、このイラストで笑っちゃったんで自分で。すいません、ね、はい。まあ、いつもチャンネル桜でイラスト描いてる方が、はい、もうプレゼントしてくれて、はい、描いてくださって会場も失笑が失笑言うな、失笑失笑じゃない、失笑じゃん。いや、でもこれ僕大好きなんですよ、この船山先生。あ、こっち、はい。私、神谷さんの方が名刺で使えそうでいいなと思って。いや、僕こっちの方がいいなと思ってるんですよ。ピオちゃんが群がってるんですよ、これ。ピオちゃんがいいね、これ、うん。あと、ファンタジスタペルリさんも書いてくれた。そうですね、はい、私もいただいたの事務所に飾ってます。じゃあ特別編で、ファンタジスタレッスンってやります。ペリーからノブンテルまで。ノブンテル言っちゃった。はい、はい、行きましょう。今日は罠にはまりやすい。第5週、アメリカの持ち物に落ちた日本というテーマで、今週お送りしていきた。そして今日が第1話、農地改革、最も成功した占領政策、なぜというテーマでお送りします。はい、はい。もうその辺のおどろおどろしい、まあ、今週のフリップは、はい、週フリップの方はスルーですか？週フリップ、週のフリップ、これね、せっかくおどろおどろしくなったんで、はい、ね、だいぶピオちゃんのだんだん我々感覚麻痺してきましたね、占領政策シリーズやってて。そうですね、はい、なんか普通のような気がしますよね、これがね。いかんですね、これは。いきませんね、はい、じっくりやりすぎてるかもしれません、はい、はい。おさらいします。総力戦とはということで、はい、もうこれは何度も何度もやっておきたいところですね、うん、はい。日本でないと今本当戦後レジムの脱却って言ってるのに意味わかんない、はい。でね、他社のあれで申し訳ないですけど、神谷さんにチャンネル桜の水島社長が、はいはい、大東亜戦争は続いてるんだっていうのは、はい、結局日本はもう今普通に生きてること自体が負け続けているんだって意味ですか、うん、というふうにね、うん、思いっきり他社を宣伝してしまうというですね、社長の前で。ね、それはいいですけど、はい、いや、だって本当に6年前に安倍総理がね、戦後レジームの脱却って言ってもみんなわけが分かんないというふうに、なってしまったと、はい、いうことが、まあ、この国の悲劇と言いますか。そうなんですよ、何言ってんの安倍さん、右翼みたいな、はい、戦後レジームって何、フランス語みたいな。アンシャンレジームから ね取ってきてるんで、はい、要はその認識がないところにいくらこう正確なキャッチコピーを上げたところで誰も反応、うん、まあ誰もじゃないですけど多くの人は反応してくれないという実態が分かってしまったわけですね。そうですね、はい、はい。ので、まあ、こういうことをしっかりとやっていくことが必要だと、はい、な、戦後保守が誰かっていうのは裏バージョンでしか言っちゃいけないんで、はい、戦後保守ってこの状態を保守する人たちのことかなって。だったら嫌だねったら嫌だねったら嫌だねか、はい、すいません、目がかすんでます、ね、はい。さてと、農地改革、はい、通説、うん、まあ、豊臣秀吉以来ですね、日本は地主というのがいて、でもう働かなくても先祖伝来の土地を持ってるだけで大金持ちで、で、そのまあ、下には奴隷のごとき小作という人たちがいて、もう未来永劫奴隷だという、もう本当封建制が明治維新の後もついていると。でこの封建制度を本当にやっつけて民主化してくれたのは我らがマックアーサー様だみたいな、はい、ありがとうマックアーサーみたいな。マックアーサーマックアーサーって言わないと向こうじゃ通じませんもんね、はい、マックアーサーって言うと怒られますから、誰でそれみたいな、私人名発音苦手なの、はい、まあどうでもいいですけど、はいはい、それは確かに悪い制度に見えるねと。マックンもいいことしたのかなって、いつの間にかもうマックンになってますね。マ元帥とかマックとかマとかでいいですね。略してマック、はい、国付けしてやってるだけマシです。やってる、まあ、ダグラス君でもいいんですよ、はい、何でもとにかくマッカーサーを罵倒しなきゃダメですアメリカと仲良くしたければマッカーサーを徹底的に貶めてください。ということで、そのマッカーサーの写真が立ち続けて出てきますが、はい、はい、まず農地開放で民主化するぞ、封建制を打破せよとかアホなこと言いながら、まあ、一緒に字もちょっとアホになってますね、うん、はい、ね、ピオちゃんが書きました、はい、ピオちゃんの悪意が伝わってきますね。とにかく自分の土地を耕してない地主はダメだ、土地ね、持ってるだけでお前何ね、いくらしてんだよみたいな、はい。でそれでこの、まあ、譲るっていう話を地主と小作に民主的に協議させよう、自分の財産民主的な話し合いで譲るってやついますアホかお前はみたいな
だから日本の方がさすがにそれはまずいだろうと、はい、いきなりそんな豊臣秀吉以来続いてきたことをポンと人の財産取り上げると。で日本国憲法でもありますよね、あの財産取り上げるときはちゃんと保証しなきゃいけない、はい、どこにその財源があるんだと、うん、いう話なんで、まあ、骨抜きしていくわけですよ。で話し合いの農地委員会っていうのは地主号自作号小作号っていう、はい、うん、まあ結果的に、まあ、地主制が温存されるんで、ま、マックは不満ない、はい、非常に骨抜き策だったので不満だったと。ていうかいきなりそんな、ね、革命みたいなことやったら、じゃあ先祖伝来の土地を失って生きる術なくした地主どうすんのですか、うん、ね、ゆっくりやれと。でも彼ら日本に来て3ヶ月でこれやってますよね、100日経ってだかどうかっていうところですよ。そうですよね、はい、そんな段階でまあ何も分かってないままとにかくやらせて結局骨抜き案だったと、はい、いうことですね。で翌年もう一回やり直すんですね。そうなんです、はい、もうこんなのじゃダメだみたいな、はい、なんかワンマン経営者でこういうやついません？いやいや誰かちょっとまあいいです、はい、行きましょう。何も言ってません、はい、何も言ってません。一般論ですかね、はい、あくまで、まあ、はい、新たに法律を作り直させて、でさあちょっとさっきのと並べ重ねて並べた方がいいかもしれないですね、はい、あの5丁分どころか1丁分したと、もうほとんど自分の家とその周りぐらいみたいな感覚だと思ってください、うん、で国が買い上げるんですよ。で小作にただ身同然の値段で払い下げるんですよ。でさっきと比べると、農地委員会の構成が地主に思いっきり不利になってますよね、はい、で強制買い上げっていうのがポイントなんですね、うん、でこれね、はあ、まあ地主としては別に何か罪があるわけじゃないですか。たまたま先祖伝来の土地を受け継いだだけじゃないですか。それを民主化だって言って400年間お前悪いことしてたんだと言って土地取り上げられるんですね、はい、で小作はそれを、ね、払い渡すのはいいですよ、ただみたいな値段で自分で耕した土地が自分のものになるんだ、そっちはいいです。じゃあ取り上げられた地主の権利はどうなるんだと、人権侵害じゃないですか、はい、で人権だって、まあ、人権と呼ぼうが国民の権利と呼ぼうが財産権が制約されることはあります、はい、その時保証、はい、誰がしなきゃいけないか、はい、ね、日本政府金ないじゃないですか、はい、戦争負けないですか、うん、ここでパーマストン先生だったら俺が金出してやるってやってるんですね。お奴隷制度廃止の時にポルトガルとか内政干渉して、はい、趣味が奴隷廃止さったんでパーマストンって、はい、で当然奴隷廃業させるんですよ。だから3年間食っていける金保証してやる、大英帝国はちゃんと大盤振る舞いして気前よく、はいはい、マックお前民主化なんだから日本人お前やれよ、うん、できねえよできたらそんなね、お前らなんか戦争負けるかちなみにこれ本当に吉田茂言ったらしい。あ、そうなんですか、うん、だから来年日本人餓死するんで、はい、これだけの食料欲しいって数字言ったら、はい、お前全然10倍くらいの金額を振っ返ってなかったかって、お前らの国の統計おかしいぞって言われて、はい、まあ、正確だったら勝ったよあ、そういうやり取りしたんですか。やしたらしいです。あ、まあ、吉田伝説の一つなんで、はい、本当かどうか分かんないですけど、ね、はい、うんうん、それは自助伝とかじゃないんですね。まあ、結構いろいろ言われてる話ですよね。なるほど、うん、でまあさすがに2年目のこの時にはだいぶ地主が減ったなと、うん、いうことですね。というか、まあ、ほぼ全滅ですね、うん、まあ、結果昔の地主って駅から家まで他人の土地歩かないで行けるみたいな人ゴロゴロいましたね。そうですね、うん、ただ地主でもその地主だけで土地代の上がりだけで食ってる人は没落していくんですよ、はい、で他の商売やってる人はまた買い戻したりとか、はい、とかいろいろあるんで、まあ、そんな一概にあれないじゃないですか。でその中で、はい、裁判を起こした人がいるんですね。ほう、こんなもう日本国憲法に違反してるじゃないか、はい、完璧に違反してるわけですよ、はい、ね、財産権の侵害ですよね、はい、しかも保証してない、はい、そこで最高裁様の判決は、はい、マッカーサーは先例にあらず、はい、マッカーサーは日本国憲法の上にいる存在なんで、うん、日本の裁判所では裁けません、はい、憲法の上にいる存在がいるんだと、憲法じゃねえじゃん、日本国憲法は占領下は憲法じゃないということを自白してるんですね、うん、最高裁は、はい、はい、ということですね。そういうのが通説、はい、ここまでは。じゃあ実際はどうだったのかと、いうことを見ていきます。地主解体、なんでこれが、まあ、地主解体というよりも小作救済なんですね。これが実は戦前からやってた。マッカーサーは地主制の破壊ばっかりやってます。で戦前戦中の日本人は農村救済、つまり小作を助けてあげようと、これはやってるんですよ、はい、でまず昭和初期ってもう不況の連続じゃないですか。で最後井上順之助の大デフレ不況で東北の農村で餓死者と身売りが続出と、うん、そこで政権交代が起きて高橋惟清という人が出てきたと、はい、で高橋惟清はまあ農村救済とかもやってんですね、うん、ところがもう15年もデフレが続いてるんで人心は荒みきってるわけなんですよ。
でそこであの東北農民が飢えて死んでたり幼馴染が身売りしてるのにあの、まあ、政治家検問って財閥ですねとかあの財閥とかは検問が政治家政治家政治家と財閥財閥、ね、はい、うん、政治家とか財閥とかはもう金持ちとかはもうやりたい放題やってるじゃないですか。何なんだこの貧富の格差、うん、って言って農村救済一番やってた高橋コレキを暗殺するんですね。まあお門違いにものがあるようなことをやるわけですよ。はい、はい、伊藤博文状況ですね。そうですね、はい、はい、うん、で、まあ、226っていうのは方法論は激しく間違ってたんですが、あの言ってることは正しいと。まあ、高橋コレキオだって農村救済やってたんで、はい、でそれで官庁の中の革新官僚というグループができて、で陸軍なんかと非常に親和性が高いグループ で革新官僚の中に近衛、まあ、文麿の側近になって、まあ、ソ連のスパイになるみたいな、まあ、企画院事件というのがあったりとか、あのもう農水省なんて赤の巣窟じゃねえかみたいな、まあ、その人たちって後に社会党の委員長になったりするような官僚もいっぱいいるんですよ、はい、和田博夫とか、はい、うん、みたいな人もいれば、はい、もう片一方でまあ、こういう傾向なんだから、まあ、ちゃんと農村救済やるという人たちが大蔵とか商工農水みたいな経済官庁に根を張るんですね、はい、誰が本物のスパイで誰が農村救済をやろうとしてたかっていうのはこれは今後個人個人見ていかなきゃいけないですけど、はい、まあ、とにかく社会問題として認識されるっていうのは、まあ、定着するわけです、はい、そしてあのシナ事変以降戦時体制になります、うん、でこの近衛文麿っていう人がですね統制経済どんどん推し進めるわけなんですよ、はい、で統制経済がやると絶対闇商売っていうのはあの出てきます、出てきますね、なぜかというとこの闇商売ってすごいあのみんな誤解してると思うんですけど、統制から外れたものが闇商売、闇なんで、政府が物とか食べ物とかどんどん配給制にしていくんで統制経済が進むんですよね。でもそんなんじゃ暮らせない人いっぱいいるわけじゃないですか。お金を持ってのものが手に入らないと、じゃあ米どうしようか、農村に直接行って売ってもらおう、これ闇経済なんですよ、はい、うん、だ生活が政府の配給だっちゃ食えないんで、あの裏闇でやってるみたいなことがあって、じゃあ小作だって米だけを持ってるわけですよ。となると政府に黙って売っちゃえばお金持ちになって生活向上しますよね、はい、っていう風になるわけですね、うん、だから統制経済っていうのは実はもう日本の、 あの霞が関の伝統には思いっきり反するんですよ、はい、でそれをやったのは半分というか片一方で、まあ、ソ連の手先みたいなやつがいると。でも本気で農村救済考えて統制経済進めててっていう人もいる。うん、統制経済っていうのはつまり農村を救済するための裏の策だったというふうに考えた人もいる。うん、だから日本に入り込んだスパイがいるわけですよ。そのスパイのところに入り込んでこういうことやろうという人もまた、スパイをスパイする人もいる。うん、だから本当に細かく見ていかないと、まあ、まだまだこの辺の歴史っていうのは分かんないですね。ただ結果としてあの、まあ農村救済、特にマッカーサー地主解体ばっかやってましたけど、はい、戦前戦中の日本じゃ小作救済っていうのをしっかりやってたんですね、はい、うん、なるほど。で、まあ、今日の一つの農地解放の農地改革の一つの結論として、うん、はい、まあ、占領政策は日本の協力に比例すると、はい、当たり前の話で占領されてる方が協力した方が成功するに決まってるんですよ、はい、教育改革なんて何一つやる必要なかったんで何一つ成功してないですよ、はい、で農地改革最も成功した占領政策と言われるのは戦前から日本人がやってたからです。マッカーサー様ありがたがるってどういうことなんだろう、うん、いうことなんですよ。なるほど。ってことはその米 GHQ の政策によって農村が、初めて救済されたわけじゃない。全然違います。全然違う。シナ事変大東亜戦争で日本全体悲惨になったけれども、はい、実はそれ以前にも一番悲惨な目にあってた農村の貧乏な小作っていうのは救済されてたというのもまたあの歴史の一面なんですね。確かに戦時中の あの話なんか読むと結局都会の人が結構貧しくて、うん、農村がいい生活してたって記述結構ありますもんね。はい、うん、あれはじゃあ本当の状況なんですね。はい、わかりました。はい、では次回は財閥解体、経済の民主化、何それというテーマでお送りしていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。次回の公開収録は8月29日夜の7時からわなび場333上会議室5階におきまして、倉山充先生とともに
じっくり学ぼう日本近現代史の公開収録を行います。毎回たくさんの方々にお越しいただいて非常に盛り上がった公開収録になっておりますので、ぜひ皆さんも会場の雰囲気味わってみてください。よろしくお願いいたします。